ャッカルデーです。しばらく前からあのハーモニカをね、が行方不明でして、まあ、ハーモニカで、新しい、まあ、どうしようかなって言うても、また買ったらね、また見つかってしまう恐れというか、そういうパターンが多いので、だからといって、まあ、C のキーのハーモニカをなくしたんですけれど、ということは違うキーのハーモニカを買えばよかったんかなって、買おうかなっていうので言ったんですけど、ちょっと決めきれなくて、結局これを買ったんですね。これ普通に吹いてもならないんですけど、震えささないといけない。まだこれ使いどころがちょっとわからないんですけど、これはどっちが正しいのかな。こっちでもなる。で、まあ、その、こう、これ結構ね、あの、発声の練習になるかなっていうので、時々ブーブーやって、こう、発声のトレーニングになるかなと思ってやってます。カズーっていうやつですね。うん。どっかで、こう、活かしていきたいなと。楽曲の中でも活かしていきたいなと思っております。で、あともう一個これ。あの、実は、カポ。まあ、カポ僕は、使って演奏したことないんですけれど、演奏というか一曲やったことないんですけど、持ってるカポがね、それも行方不明でね。で、それちょっとこう、なくしやすいようなちっちゃいやつなんですよ。で、今回はちょっと、こう、これぐらいの、モーリスですか。モーリスだけど、これ、メイドインチャイナって書いてんな。これが結構ね、こう、つけやすいんですよね。取り外しが楽で、これはどんどん積極的に使っていきたいなと思っております。これからもジャッカルの、活動の応援よろしくお願いします。ジャッカルでした。